昨日の残り海鮮ちくわカレーにハンバーグ、あと何やこれ、イカリング、イカリングが加わってまたまた豪華になりました。いただきます。いただきます。まあでもそれがいろいろあった中で鑑定をしました。2013年、これ10月、現段が週刊誌でスクープされる。いや、これもですね、塩さん、これなんでスクープやった、ここ多分すごい誤解があると思うんですけど、ちょっと自ら放送したわけではなくて、これなんかスパルタリだからね。いや、その年の13年のまあ、2月その鑑定結果で出ました、はいはい、でその4月の時点で、まあ、もう週刊誌から、まあ、その問い合わせがあったんですけど、当然もう僕はこれで終わったんですよ。でそのまま僕も結局彼にはなんかこれね、小麦がこの体勢を取るときは迎撃体勢、大ちゃんがこれを取るときはね、参った。余裕の小麦、大ちゃん顔が怖い。はい、今日は小麦の勝ち、大ちゃん負けました。いじけました。いじけました。夏は暑さを和らげ、秋の昼でも爽やかに。別に大丈夫、怒りはせんねん。怒りはせんねん。小麦、これからの場所ください。大丈夫、トイレ使って、私のトイレなんです。私は肌心地ローションマスク、保湿ローションが入っているからしっとり滑らか、だからすっごい気持ちいい。保湿ローションが入ってる喉ぬる肌心地マスク。今は連絡取れないんだ。そうなんや。こっちの家庭も今あるもんね。子供たちは今の妻も彼をやっぱ丸6年ね。そんな一年勉強で今心配して覚えるの。マイクマイクに向かって嫌いじゃないみたい。はい、大事、もう一回持ってって、よいしょ。はい、大ちゃん、これはいいんですか。
メリカ時代から今も続けているボクシングを披露。やっぱり食いつくだ、食いついた、食いついた。高校生の頃から音楽になった彼は様々な楽器を練習してきたという。大ちゃん、お父ちゃんの爪の匂いが大好きです。そんなことないです。そうです。じいさん、本当にギター姿めちゃくちゃ様になりますね。本当ですか、ありがとうございます。楽器も本当に弾けるんですね。すり減ってなくなる、ね、痛なるで。酒酒全部持ってるんだ。まさかえっていう、はい、大ちゃんの野郎よ。あったんですけど、はい、大ちゃん爪かし、爪おかし、ゴシゴシ、はい、シュッ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 。女性ボーカルの曲とは男性には地位が高いはずだが、見事な歌声。はいはい、シュッシュッシュ、はい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 、出た出た、はい、大ちゃんとお母ちゃん YouTube チェックしてます。父ちゃんもっと僕を男前に撮ってくれよ。それが言い切ってるのみたいな。見るみたいな。これはどう？いまいちやな。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。